こんにちは。今日は、高校物理で有名な、モンキーハンティングという問題を、物理エンジンでやってみようと思います。名前の通り、モンキーが必要なので、この子に協力してもらいましょう。猿です。モンキー。では、モンキッキーハンティングの説明をします。木に猿がぶら下がっているとしましょう。この猿は、好きなタイミングで手を離して落ちることができます。猿も木から落ちる。モンキッキー。さて、私はこの弾を大砲で撃って、猿に命中させたいのですが、撃つと同時に、猿は危険を察知して木から落ちます。撃つと同時に猿が落ちること前提の時、どのくらいの角度で撃てば猿に当たるのか、というのがモンキーハンティングの問題です。空気抵抗はないものとします。これの答え自体は簡単です。大砲の高さや弾の初速度は関係なく、猿の最初の位置に向けて撃てば必ず命中します。なぜなのか、軽く説明してみます。木は見た目だけ、今は透明にしておきますね。まず、無重力の時を考えてみます。無重力の時、猿に向けて大砲を撃てば、必ず当たるのはわかりますよね。猿も静止しており、弾も等速直線運動するので、当然です。猿から見ると、弾がまっすぐ飛んできます。次は、重力がある場合に、猿の真横から猿めがけて、発射してみます。ハンティング成功。なぜ当たったのか、弾は重力がなければ、まっすぐ飛び続けたはずですが、重力の影響で、徐々に下に落ちていきますね。重力は弾にも猿にも、等しく働きますので、弾が落ちる距離は猿と同じです。つまり、この画面で弾が右に進んでいき、猿と同じ軸に到達したとき、重力がなかった場合に来るであろう場所から、猿と同じだけ下に落ちます。だから絶対衝突するんですね。この時も、猿から見たら、弾がまっすぐ飛んできたかのようです。猿の下から撃っても同じです。無重力時に到着するであろう場所から、同じ距離落ちるので当たりますね。やはり猿から見たら、まっすぐ飛んできていて面白いですね。弾の初速が速かったり、遅かったりしても当たります。ただ、遅すぎると地面に先に衝突してしまいますね。もちろん地面がなければ、その先で衝突します。ということで、いろんな場所から、いろんな初速度で猿めがけて、撃ってみます。全部衝突しましたね。スローでも確認しましょう。衝突、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 衝突。どうでしょうか？これだけやれば、モンキーハンティングの答えが正しいことがわかりますね。ハンティングしすぎ。モンキー。